暗証ジャパンさんのブースにやってきました。下竹さん、今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。さあ早速ですけれども、はい、御社どういった会社なんでしょうか。はい、そうですね、暗証といえば電子棚札、この会社です。はい、日本の今すでに展開している、電子棚札、これの半数以上が阪省の電子棚札を採用されております。スーパーマーケット、それから家電量販店からディスカウントストア、また GMS、 それに至るまで各業態の、誰でも知っているような有名な企業様たちがお客様として活用されております。従来のお店では紙の棚札を使われると思うんですけども、この電子棚札というのはそういった時に紙の棚札だと今すごく交換作業、いろんな作業がありますんで、もう大体もう限界に来ているというところで、実はこの電子棚札、一度登録してしまえば本部から一括でお店の方々何も触らずとも、もう自然に自動で売価の方とかいろんなものが変わるようになってるものですね。かなり便利ですよね。はい、そうですね、どれぐらい持つのかというお話があるんですよ。これも電池の進化が非常に進みまして、大体10年ぐらい、はい、持ちます。10年ですか。そうなんですよ、かなり長いですが。かなり長いですね。はい、ですので、一度使われたらば次の改装までの間ずっと大丈夫かなと。そしてまだまだ特徴ありそうですね。そうですね、これも表示機能を使いましていろんなものができるんです。例えば、もちろんいろんな価格の表示もできますけども、それ以外に在庫の情報ですとか発注の情報ですとか、もともとの東洋企業さんが持っているシステムと連動させて、いちいち事務所に行かなくてもこの、売り場でこの商品の情報を何かしら在庫知りたいとか、全部この場ですぐにできるようになるということもできます。さあ、こちらの電子棚札、技術面でポイントって何かありますか？我々弊社は、世界の中で唯一の電子棚札のパネルの製造を含めてですね、全体的な開発 の、 唯一の会社となっています。棚札としては、一つは資源性ですね、資源性高いんですけど、基本的に今ね、表示色4色の上で、拡張して4色から7色の表示となっています。そして気になるのが生産体制だったり品質面っていかがですか？そうですね、日本の基準で製造工場定期的に工場の審査が行って、日本の品質で通常の製造より、いろいろ品質加工の取り組み施策を入れて工場側にしっかり管理してますね。さあでは続いて下竹さん、はい、こちらの商品は何でしょうか？はい、こちらですね、半速動画一体型の電子棚札といたしまして、普通のモニターと違って価格表示も入れた形の動画の広告宣伝ができる棚札になっております。普通のそういったディスクを入れるパターンではなくて、通信で、Wi-Fi を使って一斉に店舗にあるものを、流すという形になりますので、本部から指示を出せばリアルタイムで変更することができます。でまたこれ両画面ありますけども、それぞれの画面で独自に動かすこともできれば合体させることもできるので、そういった部分では非常に自由度が高い商品になっています。いろんな使い方ができるんですね。はい、そうですね、はい、そしてこの上にもありますけれども、はい、これは両面表示されてるんですか？そうですね、こちらは両面を表示されてまして、これ今吊り下げてる形にしてるんですけど、よくスーパーマーケット様とかだと生鮮売り場とかで両面で使ってたりもしますので、それぞれのところ、裏を持って両方違う画面で違う商品を流したりすることもできます。わー、はい、まさに設置だったり、はい、表示の仕方が変えられますね。そうですね、さまざまな製品があると思いますけれども、はい、こういったものをどういうふうに知ってお客様に使用されていきたいと思われてますか？はい、はいはい、そうですね、我々阪省は今までずっとこの電子棚札をメインにやってきました。でおかげさまで、半数以上の日本のお客様、今お客様になってるんですけども、実際目的は小売の企業様便利になっていただきたい、で、その従業員の方々もみんな幸せになってもらいたいという気持ちでございますんで、それに伴ってこの反則動画型、それからあとスマートショッピングカート、あと AI ロボットと、便利に小売企業様全部が便利に
になるようなものを作っていきたいというふうに考えております。今後が楽しみです。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。